はい、スログです。で、今日は、まあ、ひたすら土を土のう袋に入れる、あ、土のうじゃないな、ガラ袋だね、これ。に入れるということですね。で、今、このナレーションを吹き込んでる時はですね、すごい雨です。なので、多少雨の音入ってますね。まあ、どうでもいいとして、まあ、結構落としました。駐車場の土を。で、大体あの面、何センチぐらいだろうな、5センチか。一応床下の基礎の通風口がくっきり見える程度っていう結構ぼんやりとした基準で掘り下げたんですけど、結構土が高かったっすね。で、掘っていく最中にも、ものすごい木の根っこがまだ生きてるんですよね。だからそれは邪魔くさくて邪魔くさくて、最悪とまだいかないんですけど、まあ、スコップの先端がかなり削られた感じですね。で、これ、土の袋に入れる必要があったのかという疑問も今あるんですけど、今思えば、あ、まあ、とりあえずこのナレーションを吹き込んでる今日の時点で、この土の袋の中の土は開けたので、はい、納屋の方に持ってってます。まあ、納屋の中に入れたかったんですけれども、足りなかったですね。意外とあると思いきや。だから、あとは採石ともうちょい、入れなくちゃダメですね。土も砂利も砕石も。で、あとはこの土の袋を使って納屋の中の地面を30センチ上げようかなと思ったんですけど、まあ30センチ上げるんだったらまだまだ量自体が足んないです。甘かったですね。この量じゃ全然足りないし、で、この量でもまあまだまだ全体的に足りないんですけど、結果から言うと、この土のうに入れた土はですね、もともと封除室の柱が立ってたところの溝をちょっと埋めたぐらいです。だからまあ、足りたと言えば足りるけど、全然足りないと言えば、まあ、足りんすね。まあ、ひたすらまあ、単調なことやって、早回しですね。タイムラプスで、同じ作業風景を早回しで見る感じですね。でもまあ、そういう感じになります。なんでかって言ったら、やっぱり1馬力でやってるんですよ、一人で。だからもう、一つの作業に集中してやるんで、一つの作業を集中してできるように、その前の作業を集中してやって、まあ一日中こういう作業ですね。まあ一人でああだこうだいろんなことをやるよりも、一つの作業に集中した方が効率がいいってことですね。まあ、でもこの一つの作業を一日かけてやらなきゃいけないっていうことは、まだまだやらなきゃいけないことが山積みっていう感じです。まあ、外よりかは内装ですね。内側、家の中やればもうちょい、いろんなことやってるんですけど、まあ、いかんせん、まあ、駐車場を作ることが先決っていう判断をしましたんで、まあ、こんな感じになってますよね。で、まあ正直これはこの時点でやって功を奏してるんで、まあまあいいと思います。今日は4月7日。まあ今日の作業、まあいいや、寒くなってきたから一旦庭は終わりです。はい。まあ、ちょっとビデオカメラをね、回してなかったから、はい、めんどくさいんで、はい。まあ大体ここまで削りましたね、地面。で、これでまだね、端っこが低くて真ん中高い感じですね。なんで真ん中を崩してどうかってとこと、セリアが来ないと、こいつが、この塊がどうもこうもできない。のと、あと、こいつ。
まあ、あとは雨が降ってくるんで土のうに土を入れ、まあ、ここら辺に柄入れました。でこれもうちょいあと削って平らにしてもうちょい地面の落としたいですね、マジで。はい、まあ、大体ここら辺も結構実は枯れ草がうざかったので枯れ草をあの冷気で引っかいてます。はい、7日今日の作業はここまでですね。でこの後ちょっと荷物が届いたんで、車のヘッドライトですね、あのユーザー車検落ちたんでもう一回、通るまで頑張ります。明日行ってこようかな、荷物受け取れないけど、まあ、頑張ってヘッドライト変えますわ。ではでは。はい、まあ一応ですね、この外ごもりプレイスは軽自動車以外止まれない仕様になりました。はい、まあこんな感じで頑張ってるよい、バイバイ。